ますのは、一般男子1600メートルリレー決勝であります。この種目の大会記録は福島高専の庄司君、神戸君、吉田君、小和口君が記録しました。3分18秒73であります。それでは決勝に進出しましたチーム並びの選手を紹介いたします。第1年平工業高校、遠藤君、大内君、滝沢君、大友君。1年平工業高校。第2年いわき総合高校、運動君、鈴木君、渡辺君、佐久間君。2年いわき総合高校。第3年いわき桜ヶ丘高校、宮崎君、生駒君、石井君、笠松君。3年いわき桜ヶ丘高校。第4年翔平高校、吉田君、鈴木君、草野君、 大滝君。4年翔平高校。第5年福島高専、坂本君、鈴木君、今野君、小和口君。5年福島高専。第6年いわき高校、安田君、美晴君、高林君、岡君。6年いわき高校。第7年いわき秀英高校、森君、八島君、佐藤君、一藤君。7年いわき秀英高校。第8年勿来工業高校、高萩君、箱崎君、足立君、益子君。8年勿来工業高校。以上8チームにより一般男子 1600m リレー決勝のレースがスタートです。
粘ってくる。岩城桜川高校。